ああ。チュートリアルに持ってかれた。初見さんで参加希望の方は概要欄をご確認ください。よし、どんなエースに入ってもいい。解除完了。死の螺旋だ。ロケットの餌食だ。DPS でいいでしょう。いや最近ちょっとねソルジャー楽しいんだよな。ルート66に移動します。まあそのウルトね使いどころくっそむずいけど楽しいんだよな。途中参加だしね。どんな兵士も退避が必要だ。
シンメトラ。いやどうする、 DPS 行く。いや DPS な、戦犯になりそうで怖いんだよな。まあ一応全てに入れとくか。そう DPS はねマジ戦犯になりそうで怖いんだよな、あんまやりたくない。あんまやりたくないとか言ってて、一番ランク高いのダメージなんだよな。なんでなんだろう。ダメージはランク上げるの簡単だからな。でダメージとキルさえ取っとけば上がるんだろ、勝てば。それで勝てれば。ネパールか、ハルトか。最初はやっぱりやっぱこのマップハルト強いもんな。足を足をぶつかり合いにはうってつけの日だ。おっ、5321ラウンド目標を確認。まだ着任。
おお、壁立てられた。ごめん。今のトロールです。アナルッシュで回復足りる？我が輩のスコア0対1。あ、ザリアな。一日にしてならず。
押せよキリコ出すの、はい、無理だろ。プレイオブザゲーム、いやなんかな、ルシオアナの時点でちょっと嫌な気がしたんだよな。いやアナはな、回復力あるっちゃるけどさ、エイムに物を言わせるようなタイプじゃん。味方アナだったらルシオはダメだろ。アナそのウルトとかさ、もっとちゃんとした動きできるルシオだったらいいんだけどさ、このランク帯絶対無理じゃん。相当なプロじゃない限り、まあ始めたてのプロじゃない限りはないやん。しかもなあいつルシオとか使ってる割には全然奥手だったしな。だったら最初からキリコ出してほしいよな。だって1ラウンド目からもうすでに回復アナとルシオで回ってなかったよ。アイヘンバルデに移動します。ゼニーの弾をね俺につけるわけでもなく、まもなく突入します。まあ最初はハルトでいっか。あ待って、ホルモンとかさっきのやつじゃん。ダリー、共に奴らを打ち負かす。ラインハルト参上、抵抗をもたらせん。どうも頼もう。この任務のおかげで新曲ルシオはヒーローができちまうからな。この我が輩の後ろに、ほいーお、キリコいる。よし、これはまだなんとかなるでしょ。5 4 3 2 1。あ、閉めたらいる。目標 A を確保する
なかったのか。あいつら待ったらないな。朝書きオッケー。いやオリーさんやっぱ強えな。もう3人ぐらい固まってたところ槍分で押し返したもんな。ああいうので話せるっていうの結構強いよな。質問もわからないまま答えを求めてどうするのだ。職人がこれだけ揃えばどんな問題も解決できるはずじゃ。やあ、バリア出現。これか。成長が楽しみじゃの。5、4、3、2、1。攻撃チーム接近。パレットしたタイプね。おオリーサか。ああお前
つ一つ光が消えていく。今の見てたよ、すごいね。シグマ最強。プレイオブザゲーム。私たちいいコンビね。あ、バイオレンザ見てたんね。ちょっと急にねそんなこと言うと恥ずかしいな。やっぱシグマ最強っすわ。マジでね、あの守りのシグマはガチ最強。ナティさん頑張ってください、キラキラ。いやーマジ頑張るよ。あれだ、急にバイオレットさんが来たからちょっと動揺で。どこ行ったあの人、いなくね。あ、いたいたいた。今度一緒に遊びましょう。足引っ張りますね。そうすね。あった、エッド変わってる。多分これだよね。タスミアイキル。よし行くぞ。あ、ちゃちゃ見せます。でも全然ね、今やれるんだったらやってもいいですけどね。いや、オーバーウォッチはねマジでランクじゃなくてもね、カジュアルでもね全然クソおもろいゲームだからな。そう、今日仕事行くまでに2時間ぐらいちょっと時間あったから、暇つぶせにずっとカジュアル回してるぐらいソロで。このゲームは面白いっす。まあ、クソノラいるけどな。やっぱシグマは守りだな。あ、でも多分守りのシグマ以上に強いものいないぞ。オリーサですらああやって返せるんだもん。まあでも味方も痛えだな。味方ちゃんと強かったしな。何よりあの盾と隕石がクソ強い。あとブラックホールな。でブラックホール焚いてるだけで相手撃つのやめさせれるんだもんな。うわー、これ悩むな。とりあえずラマッタリ行っとくか。やっとバトルパス45行ったんで、ラマッタラ解放されたんすわ。
こいつ出すだけでさ、ラインハルトとか完封までいかないけど、何塞がるの強いよな。今のためならいかなる犠牲も。集中しろ、私がいれば大丈夫だ。よし、回復頑張れ。アッシュ可愛い。さあ行くぞマーシ死んどったんね。あ、キリコありがとう。それはありがたい。やっぱキリルシが最強なんすわ。は？先を越された。押し返すぞ。眠らされた。あ、やべえ、変なとこに出した。いや、ラマットラか。シグマでどうにかなる。いや、ハルト、ハル、にゃー。質問もわからないまま答えを求めてどうする。シグマでダメそうだったら、あのオリーサ出すわ。バリアを展開。行くぞ。あっち行け。あーくそ、ごめん。モイラーはね、いや、ぶっちゃけ強いよ、ちゃんと。いや、シグマありだな。これシグマで行くわ。モイラーはね、その使い道むずいけど強い。ごめん。まあ、ウルト溜まったな。あと少しで分かりそうだったんだが。まあ、回復玉とダメージ玉使い分けれるようになったらいいかな。シグマ死んだこれ、うん、何ロボット、ロボット
ますし。助かるわ。ありがとう。おダメダメダメ。いや、ウルト測れるとオリーサじゃないときついな。トンブラ。マーシーがね、一生引っついとる。ガチダルです。さあ、はい、来てくれてありがとうございます。こいつ超強かったな。やっぱラマったら強えな。いや盾貫通されるけど、やっぱ恐れずにハルト出した方がいいか。ラマったらは、うん、ぶっちゃけ体力そんなないしな。550だろ。いやそうなんだよ、それなんだよな。けどあいつ、あの何マッチョの方になっても体力550だっけ、650そんなないよね、確か550だよなぐらいしかないはずだから、ハルト出せれば、だから出せば普通に殴り勝てると思うんだよな。まもなくイリオスサポか。小泉進次郎いる相手に当たり前のこと言ってきそう。いやルシオだな、陣王が入れてか味方のサポート。マップ見て決めよ、マップと味方の相方のサポ。あここ、いやここはルシオだな。リシカーのアーキテックの仕事には一度の隙もない。ベースを響かせろ、そろそろ行くぞ。
行け。よしやっぱタンクが一番しっくりくる。でもタンクやってる時が一番楽しいよな。まあうん、そうだね、3分の2ダメージが、いやまあ結構いいんじゃない。やっぱエリア取るっていう、まあやつのルール以上ね、スピーブアがあんま使えないのがあれなんだよな。ちゃんとみんな死んでないしね。ヨシキさんがちょっと死なせちゃったのが、まあサポートとしては心苦しいものではあるが、よし、たたれ。
ナイス。はい。全員王が。いやーこいつ強かった。ルシオね、ちゃんとダメージとキル取れれば本当に強いんだよな。オリーサ光栄わら。いやオリーサガチ勝てーよなー、マジで。いやもうオリーサが来たらもう遠ざける。遠ざけるかガチであのフォーカス合わせて火力で押し切る。まあ、オリーサの一番の対応策はアナだな。やっぱりアナの回復阻害はねやっぱ強い。これねルシオミスったらガチ戦犯だけど、ルシオ出すしかない。これはでミントさんがなんかわけわからん、あー OK バーティストなら全然いい全然いい全然いい、むしろありがたい。味方なんかポケモンいない？ポリゴン、あれこれ C だな、ポリゴンか。いやそれでもみんな覚悟はいいな。レッツゴー！レッツゴーレッツゴーレッツゴー！
ットを確保した。さあ行け。あっち行け。あっち行け。なんか裏いる裏いる。いやあれは。あっち行け。ナイス。なあごめん。いやショックは無理です。ごめん。いや敵か、敵にはキャッていたのか。俺は早い。次のトラックへ。いや待て、今度は油断しない。これタンク死んでるよね。失敗から。タンクこっち来い、こっち来い。でかいマジ。
イス。撃て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 よし、いや強かったこの人。バティスも助かった。いやぶっちゃけ全員強かった。ノラ3人全員に推薦送りたいぐらいだわ。いやー、ルシオな、もうちょいスピーブ出せたな今のは。ちょっと反省、もうちょいちょっとスピーブ多めでよかったな。まあぶっちゃけ相手に押させてる時間なかったからね。本当にもう自分たちのリカバーだけで十分って感じだったから、スピーブ少なかったのはまあ致し方ないところであるが、だからといってスピーブ意識しすぎるとヒール回らなくなっちゃうからね。味方何使うか。タカピーさんって俺のフレンドさんかな。俺たちの声を届けようぜ。信じてくれる仲間を私も信じるわ。フィーバーしようぜ。一人で十分だ。むしろ仕事が早く終わる。全機能オンライン、動作確認よし。フェンス壊せ。もう一度最終確認しておきましょう。それ奇跡な。守り側だとね、ペイロードが邪魔になってキリコとかの回復の射線切っちゃうから、むしろペイロードは遮蔽物として使うぐらいがちょうどいい。
守って。やだ、よしよしよし、なんとか切り抜けたぞ。マジそんな早かった今。まあマジか、ごめん。スコア0-3、サイトを交代します。いやー、これは申し訳ない。まもなく突入します。ボクシーはどこのファンなんだい？私はバスケットボール派なの。ホームチームは応援しないのか？そうとは言ってないでしょ。
タレットだりフィリルさん、はい、今年もお願いします。お、びっくりした。おっとっとっと、あ、バイバイ。あいつ無視でいいよ。抜いてほしいな。あそこはキルカがいるから大丈夫だ。目の前、目の前でしょ、目の前。
あ、地雷か。待って、タンクが死んだったら。What? した方がいいよ。ナイストライ。いやこれはきつい。地雷強すぎたな。いや強かったな、この猫って人。39キルしてら。いやーきつかったなー。やっぱハム強えって。ハムガチで強すぎる。ソンブラがいたらね、ただのカスなんだけど。サポか、またスコンブいる相手に。まもなく敵が接近します。ブリキってか、いやキリコ出しとくか。ニュータイプ札かけうどんしよう。あ、ここの防衛シグマガチ強いです。自分の道を見つけられない。元気？奇襲に警戒しよう。何か狙ってくるかも。助けがいるなら遠慮なく言って。戦争を終わらせず善悪の身をついて。みんなで協力すれば必ず乗り越えられる。おシグマの盾をね、そこら辺に立てといて、入り口塞いで、で、あの100切ったら回収をずっと繰り返してればいい。
大丈夫、回復は俺を煎じろ。よしよし、まだ第1ラウンドね。このウェーブがたくさん来るから、ごめん。タクティカルバイザー、お遊びは終わり。試練を超えて天聖ヘッド任せて、優しい雨を敵の力を私の思うがままに。トレーサーガジダリI'm sorry.
か。もうリスってこっちだ。ここに敵がいる。まだある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 。オリーさん勝てって。ほんでこいつブリ切って OTP。 いやまあブリ切って瞬時でルシオ出すのはありだよ正直。いやゼニウルト強いな。いや信じるブリ切って、いや信じよう。攻撃だからルス欲しいし、これでなんか回復足りてなかったらキリコに戻すわ。その計画は保留になったと聞いて。妙な話だよな。いつも後回しにされちまう。ちょっと行ってくるわ。とダメージの2人さ、もしヒール足りなかったら、足りない感じがしたらさ、ちょっとヒール連打してくれ。あの足りなそうだったら俺キリコに変えるから、やろう。
何？何死んだ？新目か。あるんか。ショート的にここいるわ。ボブ強すぎ。ごめん逃げれんかった。そうだ、へばりつけへばりつけ。いやー、これはドンマイだ。
いやーこれワンチャンあったな。スコンブいやーこれはしょうがない、考え回していこういやーガチでだるすぎるドゥームうぜもうさっきからサポだってずっと。ずっとサポートやらされてます。まもなくバトン開始。シャーピー、君は何に使うんだい？もう俺は何でもいいよ。お前が使うのに合わせるよ。俺がロスを使ったらどうなる？キリコか。俺たちの声を届けようぜ。冬のご挨拶。さあ始めよう。てか左山さんは最近ウィンストンハマってんの？このマッチはウィンストンかな。ああそういうことね。やべ、突っかかったは、なんかファラいない？ファラいる、ファラいる。ああごめん、後ろにリーパー、ナイス。次のトラックへ。
ごめん。ほらロボット急げ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 、わあ前出てきた、
待って、そこにいるわ。ミラウルトはズリーってばよ。押せ。あと少しでリードできるわ。ナイス。あ、ごめん。それさ。いやマジかー。はい、ナイストライ。いやーきついねー。てかさっきからサポートしかやらせてもらえん。まあ、楽しいからいいんだけどね、別に。疲れるマジ。ドラゴンに移動します。ドラドか。いや、この人は何使うかだな。ちょっと決めてほしいわ。とりあえずルシオを出しとくか。まあ、ルシオは欲しいっしょ。やなか。そいつは良かった。俺が褒めてた。だったらキリコでいいな。自分の道を見つけるんだ。ファラいるな。
まあ全員気づいてるでしょう、さすがに音で。諦めない。じゃん。アイス、アイス、大丈夫よ、アイス、大丈夫よ。サポート2枚落ちてる。セセラギは再び流れ始め。ファラー落としてくれへんと何もできんて。ファラ頑張って落としてくれんと無理やって。どうせこれ多分また出てくから頑張って落として。
そのための足打なやろ。ファラ出てきたらまず回復より あのアナを回復よりファラを落とすことを命かけないと。あるいは法の手があなたに届くときに同じことさ。まず回復よりファラ落とすことに命かけろ。わかったか。おい回復俺がいるから任せとけって。本当にもうほらどうせファラいるんだから。いやー無理だ、ごめん。あいつさっき何喋ってたんだろう。これは、ショー。いやーこれはちょっとアナダメですよ。ファラ全然死んどらん。こいつだってファラミスしてるもん。いやアナ選んでファラ出てるんだったらさ、マジファラ落とすことに命かけてほしいわ。マーシー出てなかったし多分普通に落とせたと思うんだけどな。あのファラ楽しかったやろな。いや絶対歯茎出てた。あれはニヤニチャーしてだから絶対。いやアナッシュ使ったやつ何喋ってたかちょっと気になるな。あでもあいつも多分アナに切れてたんだろうな。ファラ落とせカスとか言ってネパールか。キリコか。自分の道を見つけるんだ。助手を探
のかって役人の扱いは得意なんだ。それは助かる。ではまず君の苦痛への耐性を調べさせてもらおう。痛みと科学って関係あるのか。ほぼ同義だよ、私のおかしな上司君。よし、行くぞ。モイエラーもいるから回復量は大丈夫なはず。リーパーいるから気をつけろ。大丈夫、まだ時間はたっぷりある。待て、ヘナさん。オッケーオッケーオッケー、いいよ、全然いいよ、全然いいよ。はい、お疲れ様。せせらぎは再び流れ始める。気をつけないと、人数で負けてる。私が守る。おお、びっくりした。ヒナさん、それさ下がって。
った。いやーこれ惜しい。一気に攻め込む。まあ、これはナイスアリだな。スコア0対1。相手強えな。キリコは事務作業が多いのですか。いいえ、どうして。またフィールドワークか。まあいい。落とす気か。びっくりした。集中、頑張ればまだ勝機はあるよ。セラギは再び流れ始める。トールビオンが放りつけて。ごめん。あーまずい、まずい。
バイバーイ。これのダメージ結構でかいよな。もうちょい。うまいな。壁があったんか。通りで下がれないと思った。
やーどんまーい。くー、いやこれ勝てそうだったな。プレイオブザゲーム。オッケー、あざーす。あと時間的にでもどうしようかな、明日まあ言うと遅いしな。もうちょいやるか。まもなくレイコータワーに。いやレイコンタワーか悩むな。ソテオリース、あ待ってここか。いやディーバ、世界を救いに行こう。ゲームオン。ニーニーのために徹夜で準備したんだ。まあ、ちょっとはゲームしたけど。5、4、3、2、1、ラウンド1、目標を見つけた。よーし、やるよ。
はい、ありがとう。ディーバ強すぎ。スコア1対0。全てのルールを守っていたら世界は変わらない。ゼロですが、いやディーバの射程長えな。
頼む耐えてくれ。ナイス。ま、おら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 。焼いたタンクか。野菜ソテのね、ディーバ貫通が強すぎたな。これで下なの What? 何がいけなかった、死にすぎってこと。3ですよ、言うてもクソゲーか。終わってんな、マジで。このゲームの評価の基準がガチわからねえわ。マジか。ミッドタウンか。味方な、野良、野良っていうか相方何使おうかな。これこの味方の選択によってはマジ変わるぞ俺の構成。いやアナならキリコか。自分の道を見つけるんだ。こんにちは。どうも。こんにちは。どうして現実では射撃がうまいのにゲームでは下手なの？だってなんか違うでしょ。はあ、王者って孤独だな。クッキングゲームでは負けないけど。心配しないで、源氏も私もこういう任務には慣れてるから。よろしく。どうも。お、よろしく。元気。3 2 1突入開始。目標 A を気をつけなよ島田さん。
ガチでこいつら。によって俺解放。再出発だ。どうやろよし、帰ってこい。ガチこいつら歯茎すぎ、それは危ねえって。ニデスはちょっとまあ死にすぎってことはないだろうけど、自分の道を見つけるんだ。よろしくね。アナ、エジプトで何が起きている？何やら沈没する。過去の亡霊と別のこと気がする。心配は心配だぞ、アナ。だがお前さんなら正しい道を選ぶだろう。これが最後の仕事だ。
いやこっちじゃね、普通こっち守るでしょ。ここを守るの。私が守る。お遊びは終わり。こいつらさっきから歯茎しかおらんのか。いやもうここで一止めよう。2分ここでしのごう。
不用心に顔出すから。ごめん、うわぁ、ごめん。キリコに二枚肉されてもうた。ちょうどいい時間だし、ここら辺で終わっとくか。まあまあ結構勝てたし、いいんじゃない？ということでお疲れ様でした。